の医師、内科医。鹿児島県大島郡立合町中小出身。第七高等学校増資官卒業。九州大学医学部卒業。医師免許取得後しばらくして、鹿児島大学で研究活動する。1953年九州大学より医学博士。論文の題は、後継連在の人体脳波に及ぼす影響について。 1966年、鹿児島大学医学部助教授の時、101歳という、泉茂千代を診察し、100歳を過ぎても胃腸は、すこぶる順調。歯がなくなったものの普通にご飯やおかずを食べる、目も耳も達者であるとする。1973年、107歳という泉茂千代と会う。1979年、日本老年医学会で、 泉重千代の世界最高年齢に否定的な研究を発表する。自然保護運動にも積極的に参加する。1978年4月には、鹿児島、渚を愛する会の設立に携わる。この会は、後に NPO 鹿児島渚を愛する会となり、理事長に就任する。 2002年8月、天見群島達合町のなぎさ診療所の設立に、携わる。1月1週間だけ滞在して、診察活動を行う活動を続けてきた。2012年3月28日11時20分、成居。去年93。ありがとうございます。